ではこれより、県と、鳥取市の合同の会見を始めます。まずは鳥取市長様、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。冒頭申し上げましたように非常に危機的な状況にあると考えておりまして、今まで以上のより強力な対応していかなければならないと考えておるところでありまして、何としてもこの危機的な状況を乗り越えていきたいと思っております。県の皆様にも大変ご協力をいただいておりまして、早い段階で、時短等につきましても具体的に、事業者の皆さんのご理解ご協力をいただきながら進めてまいりたいと、このように考えておるところであります。生演奏等を伴う飲食店のクラスターにつきましては、このところ少し、収束も少し見えてくるんではないかと、そういった状況もありますが、まだまだ感染は続いているところであります。また新たに飲食街の方でクラスターが発生しておりまして、こちらの方の対応が今中心となっておるところでありますけれども、やはりこれを何としても食い止めるためには事業者の皆さん、市民の皆さんのご理解が必須不可欠でありますので、またいろんな形で情報伝達媒体用いてケーブルテレビ等ホームページ等でありますけれども、しっかりとお願いをしてまいりたいと、このように考えているところであります。また時短のエリア設定等につきましては速やかに鳥取県の皆さんとご相談をさせていただきながら決定をして協力をお願いをしていくということを行っていきたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。では知事、よろしくお願いします。今我が国は大変な時期に差し掛かってまいりました。今朝の分科会でも全国に緊急事態宣言を出すべきだと、そういう声が出てくるほどに今感染急拡大はこの日本を覆い尽くすような形になってきました。その波が鳥取県にもやってきており、西部が中心だったものが今東部がその中心になっています。特に大規模なクラスターとなりました生演奏を伴う飲食店の関係については、一応の道筋囲い込みができかけてきた矢先ではございましたが、今その飲食店街の方に複数の店の感染が確認をされる、それも相次いで出てきておりますし、中には今日クラスター第19番目として認定をいたしました接待を伴う飲食店とその量のように比較的大きな感染に発展しているものもあります。特徴としてはデルタ株の系列が圧倒的に多いですが、今日見つかったクラスターはアルファ株の系列であります。すなわちいくつかの筋がこの鳥取市の中心街の方に入り込んでまして、お店によって違ったクラスター、クラスして株になっていると、でアルファとデルタが両方で攻めてきているような状態であります。非常に難しい今事態になりつつあるのではないかと思います。これが一般社会の方に広く染み出してしまいますと、陽性率が極端に上がってきた東京や神奈川県川崎のような状態になります。そうなりますと収拾がつかなくなってしまいます。今ならまだ引き返せると思います。今までも米子のクラスターが連発した状況から帰ってまいりました。また東部におきます生演奏のライブがある飲食店のクラスター、これもほぼ追いかけが通じたところでございました。これまでこうやって克服してきた鳥取県の県民の皆様のお力で、ぜひこの度の飲食店の中心部におきますこの一連の感染につきましても抑え込みが図れますようご協力をお願い申し上げたいと思います。そういう意味で市長と昼大方合意をし、今最後を詰めていく段階ではありますが、この際中心部におきます繁華街の一部のエリアについて時間短縮要請をお願いをしようということになりました。こういう厳しい厳しい全国の状況の中、また鳥取市におきまして急に
飲食店街で広がっている感染の状況、これを一日も早く抑え込んでいくためにも、ぜひともお店の皆さんへのご理解、ご協力が必要であります。また県民の皆様の後押しが必要であります。よろしくご協力賜りますようお願いを申し上げます。では各社質問をお願いいたします。BSS の日野です。27ページの表を見るとですね、県東部の、確保病床の使用率は、80% を、超えている。入院率も、半分ちょっとというところまで、落ちてきている。県東部、鳥取市保健所管内でのこの感染確認というのはですね、2桁、20人、30人という、レベルで、連日続いていますけれども、入院が必要な人がですね、入院できないような事態というのは起こり得ないでしょうか。大丈夫なものでしょうか。市長の方からもお話があるかと思います。先ほど千組先生がおっしゃいましたように、今鳥取方式プラスアルファとして宿泊療養施設やあるいは在宅も含めて、やっていこうということになり、例えば中央病院などで、外来診療で、肺の状態なども、しっかりと確認した上で、それで病床でない、他 の, ホテルや、在宅の方を導くということは、させていただくようにさせていただいております。したがいまして、ここでだいぶ数字上がってきておりますが、まだそういう余地は十分にあるとお考えいただいて結構かと思います。あと、大事なのは宿泊療養施設のキャパシティの問題がありまして、東部のキャパシティを今増やそうというふうにしておりまして、これについてはこの夏の時期に今交渉しているところであります。またお気づきのように鳥取県は中部西部と、ございまして、全体的には多くの病床や宿泊療養等を確保しております。そうした地域間の移動を行う、これを我々トリアージと呼んでますが、そうしたやり方についてこれから積極的にやる必要があるだろうと、今日も県の職員を1名鳥取市保健所の要請に基づきまして派遣をしておりますが、こうした業務を行うことを考えておりますし、また先ほど福祉保健部長に命じまして、県 の, そのコロナ対策本部以外の職員も使ってですね、こうした入院調整あるいは病床の開拓、また県域を超えた患者の搬送、こういうものについて県も全面的にバックアップすることとさせていただいております。全県で見ますとそういう意味ではまだ余裕はありますので、今日明日たちまち止まってしまうというような東京のような状態には決してなりませんが、ただこれからいろいろとそういう意味で、体制をさらに強化しなきゃいけないわけです。で、在宅を増やしていく方向がいずれ強まるかもしれません。その場合には中等症以上は全部入院で我々はやりますけれども、軽症者や無症状者の在宅ということは今後増える可能性があります。それに向けて今医師会とか看護協会など全県組織と緊急に協議をしようというふうにしておりまして、そうした支援も得ながら在宅でも病院にいるのと同じように安心できる体制づくり、これに今県としても舵を切らさせていただいているところです。はい、知事さんの方でお答えいただいたと思いますけれども、医療逼迫ということになりかねませんので、ここが本当に正念場だというふうにまず考えているところであります。先ほど千組先生より、鳥取方式プラスアルファ、これらを有機的につなげていくことによって対応をしていくべきだというようなお話もいただきましたけれども、鳥取県ではいち早く、
療養施設等も開設をいただいておるところでありますし、まあ、このキャパシティが非常にこう差し迫って足らなくなるということであれば、また何らかの方法で増設をしていただくというようなこともあろうかと、このように思っておりますが、まあ軽症無症状等の方もいらっしゃいます。それを全て入院対象にするということでなくて、医療的に医学的にチェックをしていただいて、在宅療養がふさわしい方にはそのようにしていただくとか、療養施設で一定期間お過ごしいただいて、様子を見ていただくと、そのような方、それをうまく仕分けていくということも、重要なことではないかと思っておりまして、まあ、この鳥取の医療資源、さまざまな資源を適切に組み合わせて有効的、まあ、効果的、効率的に、していくというようなことがこれから求められていくのではないかなと思っておるところであります。以上です。NHK の小山です。時短要請の件で、まあ今日のお昼も、協議ありましたが、具体的な焦点としては、調整の焦点としては、先ほど具体的にまずエリアなんですけど、弥生町、安江、広温泉町とか具体的な、名前が出ました。あと、まあ、週明け早い、できるだけ早い範囲かということで、まあ、9日、10日というかと思いますけど、あと時間についても8時からとか、そういったところどこが一番焦点に調整のポイントになってますでしょうか。はい、まあ、エリア、それから時間、期間、そのようなことが、またいつから開始になるかと、そのようなことがまさにポイントであると考えておるところでありまして、実は具体的にはちいさんとも少しお話をさせていただいているところでありますが、まあ、速やかにこれを具体的に決定をしていかなければならない状況であると考えております。まあ、市長がおっしゃったようなポイントでありますが、細部の調整がどうしても必要になります。それで今市長さんとお話をしているのは、明日の昼前には、明らかにできるようにしようと、今精力的に、まあ、地図を広げてやっているという状況だかとご理解いただければと思います。まあ、ポイントとしては先ほど言った、まあ、弥生町とか清浦園町エリアを中心にということと、まあ、本当に、まあ、9日どうかという感じで、時間の方も別に特に大きな変化は米子のベースっていう感じで、はい、すみません、ありがとうございます。すみません、日本海新聞浜田です。鳥取方式プラスアルファについてお尋ねします。今日の参院厚労委員会で田村厚生労働大臣の方が中等症を原則入院するものだと、まあ、今までの発言を修正して鳥取方式をちょっと追認するような形になったと思うんですけども、まあ、多分そのできるできないは都市部ではあるかと思うんですけど、まあ、全国の方針としてもモデルケースになっているかなと思うんですけど、先ほど宿泊療養を東部で増やすよというお話がありました。これすみません、目処はいつ頃で規模はどれぐらいというのが分かりますでしょうか。今今月の、まあ半ば頃にはなろうかと思いますが、今そうした増設につきまして、関係先と、精力的に今協議をさせていただいております。これは非常にまた相手の、皆さんの方の、ご協力がないとできないところでございまして、今鋭意進めているところで、ございます。ただ現実を申しますと、今中部で、一つ、これを確保しておりまして、こちらの方はさほど使っているわけではありません。それから西部の方も確保してまして、かなり増設をしましたから、こちらには余裕があると。だから全県で見ていただくと、実は余裕があるんですが、なかなかさまざまな配慮だと思うんですけれども、十分この東中西のエリア全体としては活用されていないと、まあ、そういう意味で、県の福祉保健部も積極的に中に入らさせていただいて、そうした調整がいくようにすれば、そこはほどけてくるのだと思います。それでつなぎながら、まだまだこれから増えるかもしれませんので、まあ、いずれのことを考えれば、また東部にももっと大きめの施設を用意をしておく必要があるのかなと考えております。
寄せさせていただきます。ありがとうございました。